東京都で今日新たに確認された新型コロナウイルスの感染者は6922人でした。先週の日曜日からは652人増加しています。重症者用の病床使用率は昨日から0.9ポイント上がって11.9%全体の病床使用率は1ポイント上がって40.7%でした。 また全国の新規感染者は6万8894人となっています。